三浦友和と山口百恵、昭和を代表するビッグカップルの誕生は1974年にゆい子の CM での共演がきっかけだった。この出会いが二人の運命を大きく変えることになる。その後映画伊豆の踊り子で主演コンビとして抜擢され、多数の作品で共演を果たす山口百恵さんが18歳の頃から交際が始まり、1979年には公の場で三浦友和さんへの愛を宣言、1980年には結婚式を挙げ、山口さんは芸能界を引退した。結婚後山口さんは家庭に入り、三浦さんは俳優としての活動を続ける。夫婦は三浦さんの両親と同居し、山口さんは献身的に介護を行うなど家庭内での苦労もあったとされる。2020年まで15年連続で理想の有名人夫婦ランキング1を獲得し、その愛は時代を超えて語り継がれるだろう。三浦夫妻には二人の息子がおり、それぞれ芸能界で活躍中である。長男の裕太明さんはシンガーソングライター、次男の高博さんは俳優として活躍している。2022年には裕太明さんに初孫が誕生し、山口さんはこの知らせに大変喜んだという。